はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、また来ましたオレツエ系の漫画です。なんか定期的にこのオレツエ系の漫画紹介してるね、まあ、それだけ面白くてね、俺がちょいついつい読んでしまうっていうからだと思うんだけど、また一つ面白いねオレツエ系の漫画見つけました。まあタイトル見てもらったらわかると思うんですけど、こちら今日紹介する漫画ね、こちら。ちょっとねタイトルな、まあ長いんでちょっと読みますね。1億年ボタンを連打した俺は気づいたら最強になっていた。落第剣士の学院無双っていうお話。剣士の俺つえ系の漫画ですね。面白い。なんかね、チート能力どうこうっていうもんではなくて、なんか主人公の努力というかね、っていうのが、まあ一つのね、他の俺つえ系漫画とは一線を画す話になってるのかなというふうには思います。簡単に、あらすじ紹介しましょう。周囲からね、落第剣士と蔑まれる少年のアレン。このアレンっていう男の子は、まあ、昔から剣士に憧れて、この剣の道っていうのが好きで、独学で剣を習ってたわけだよね。まあ、彼はその剣の道が好きだからっていうことで、お母さんとかが無理して剣士が通う学校っていうものに通わせてもらってたわけよね。でそこで入学はするんだけど、そこでまあ剣の才能がないっていうことで、周りからは落第剣士というふうに呼ばれてると。もちろんね、この剣士の学院の中でこのアレンっていうのは落ちこぼれだから、まあ、学校側も疎ましいと思ってるし、周りからも、まあ、もちろんね落第剣士と呼ばれて蔑まれてると。で彼はある日ね、この学年の嫌なやつ、ね、剣の才能に長けてるやつから、まあ、お母さんをバカにされたことによって決闘を申し込むんだよね。でまあね、この決闘をするっていう風になったんだけど、まあ普通に考えたら勝ち目がないわけよね。もう勝ち目のない戦いだけど、夜中ね一生懸命剣を振って練習をすると。そんなアレンの前にある日ね、突然一人のおじさんが現れて、そこでね1億年ボタンっていうものを渡される。これ何かっていうと、押せば1億年間時の世界へ囚われて、そこでまあ修行ができるという、そんなボタンだね。まあ、言ってしまえばね、僕と同じ世代であればドラゴンボールの精神と時の部屋みたいな感じ。まあね、現実世界では全然時間は経ってないけど、ね、その世界に入ればそこで1億年修行ができますよみたいなね。でこのアレンっていうのはその1億年ボタンを押して、そこで一生懸命修行をすると。ただね、このアレンっていうのはこの1億年ボタンっていうのを、まあね、修行すればするほど自分には足りない、これじゃ勝てないっていう風になって、ね、この1億年ボタンっていうのを連打するわけよね。十数億年もの修行の果てに、現実世界では全然時間は経ってないけど、実際はこのアレンっていうのは十数億年間修行してると、精神の時の部屋で。でこの精神の時の部屋のから出てきた時っていうのは、もうアレンは最強になってて、現代の世界に最強剣士っていう名を轟かせていくっていうお話。まあよくあるありきたりなね、俺つえ系漫画だとは思うんだけど、まあ主人公がね、まあチートはチートなんだけどね、主人公が何か特別な能力を持ってるっていうわけじゃなく、ただただ主人公が1億年間修行をしてめちゃめちゃ強い剣を極めてるっていうところが、まあちょっとね他の俺つえ系漫画とは違うのかなっていうふうに思います。で主人公が努力で力を手にしてるっていうところがね、まあこれね普通に面白いですね。まあこうやってね、絵を見てもらっても分かると思うんだけど、非常にね、まあ男性受け女性受け共にするようなね綺麗な絵だと思うんで、まあ非常に入りやすい漫画かなというふうには思います。まあストーリーもね、今言った感じで王道系の話だし、まあ非常にねみんなが感情移入しやすい話になってるんじゃないかなと個人的には思いますね。まだ全部でね15話ぐらいまでしか出てないんで、比較的ね読みやすい漫画だと思いますし、これはねウェブ漫画でネットで全部無料で読めますんで、まあ、誰でもね簡単に読めるということで、僕は非常におすすめかなというふうに思います。今後アニメ化だったりとかされたら一気に人気が出るんじゃないかなっていうような漫画だと思いますね。よかったら、気になる方はぜひこちらね、落第剣士の学院無双、よかったらぜひねチェックしてみてください。ちなみにこちらはねアプリではなくね、こちらのね上に見えるヤングエースアップっていう、まあサファリとか Google Chrome とかインターネットのねサイトで見れる漫画になってます。まあ普通にね Google で、この落第剣士の学院無双っていう風にググったら、一番上に出てくるのがこのサイトなんで、このサイトのね下からこんな風に読めますんで、よかったらぜひこのサイトにアクセスしてこの漫画読んでみてはいかがでしょうか。個人的にはねすごいおすすめな俺つえ系の漫画になっています。そんなところかな。それではね、今回僕のこの話を聞いてね、落第剣士の学院無双読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録高評価お願いします。
読んだよっていう人はね、ぜひ下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。